はい、パート9始めていきます。今回はやること最初から一応決めてあります。季節のイベントをね、消化しようかと思います。こちらの東雲駅のね、この季節のイベントっていうのがあるんですけども、これなんかそのうちなんか行けなくなったらあれなんで、やっていこう。おっと、先生たち、あ、 OKOK、 了解です。これをね、最初からちょっともう消化していきたいと思います。で、先生たちと話したい。こんにちは、違う、じゃなくてまなみちゃんの教室じゃねえよ、なんで病室の方がよかったかな。ってか、ん、夜先生か、病院って言ってたよね、確実に。この人違うのか、違う、おっと、スリーサイズ、何それ、デリケートな部分ですね、かなり。なんか手に入れましたね。おっと、でもなんかいるぞ、なんかいるんだけど、気になるんだけど、あいつ、気になるな。こちら側行く必要ない。まなみちゃんの病室ってでも201だったよね。こんにちは、違うね、この人じゃないね。先生が、おっと、この人ら、あ、この人たちだ、多分。うん、間違いない。まなみ、この感覚は？お久しぶりです、先生方。2年前にお世話になったさくら、 ARS で入院していた。これはどういうこと？病室です、すみません、まあ、これびっくりするね、正直。業務中に、仕事中に急に憑依されたら相当なショックを受けていた。町から引っ越し、力が及ばなかった。ありがとうございました。まなみちゃんいい子だね、ちゃんとこうやって死んだ後もね、そのありがとうございましたっていう、だいぶ前の話なのに。おっと、サブストリー、おっと、ついに進行しましたね。装備スロット進めました、やったぜ。あ、そうか、そういうことだよ。季節のイベントイコールまなみのサブクエストなんですよ。なるほどね、やっと読めたよ。じゃあまなみさんね、攻撃力上げちゃいましょう。で、今気づいた、 MP 回復 OK。 じゃあ季節のイベントをやっていきましょう。季節のイベントないし、まあまなみのサブクエストですね、やっていきましょう。はい、季節のイベント第2弾、今度は何でしょう。この間は確かしっぽり温泉、なんか温泉だよね。お、浴衣でわっしょい夏祭り、最高の名案、提案、かなりいい。浴衣でわっしょい夏祭り、いいね、夏祭りか。まあ今は春なんでね、なんかまた何でしょう、今年は夏祭り行くのかどうかみたいな、ちょっと早めの夏祭りをね、体感していきましょう。おお、隣町の夏祭りにやってきた。おお、こんにちは。お盆ってさ、幽霊が集まるっていうね。うん、います、隣にいます。じゃあこの橋本、おおほほほほ、いっぱいあるぞこれ。金魚すくい、金魚すくい下手、そうなんだ。スーパーボールすくいやったことあるけど、実際の金魚すくいはね、俺やったことない。綿飴、たこ焼き、たこ焼き食おうぜ、たこ焼き食おうぜ、美味しいから。下、あ、これジンさんだよね。おお、あ、ちょ、暗くなってきたぞ。葵ちゃんどこよ、葵ちゃんどこだ。下にはいけない。お茶す、あ、うーん、違うよ、暗いよ、だいぶ暗い。こっちか、葵ちゃん、クマさんのお面、あ、これ一番大きいやつか。これもしかして取れる？あ、なんかゴーストーク手に入れましたね。おみくじ、間違いなく大凶。おっおっつってんだ、このこの聞こえますか、俺 BGM。 ジュース飲みたいな、ジュース飲みたいな。下、あれ下にはいけない、一回戻って、あ、関係ないか、下にいけない。
この人は違う。え？お面でしょ？ある程度調べる必要があるのかな。こんにちは。何やってた？あー、取ってやろう。おじいちゃんにお願い。ゴーストタッチ！やったぜ。チャージホールドを手に入れました。で、これで進行しません。まだ。下に行けません。で、ここでまさかの左、おっと打ち上げが始まる。さあ、打ち上げが始まります。玉や鍵や、うわ、綺麗。玉やー、ふう、間に合ったね。これでよかったな。目に焼き付けておこう。はい、サブストーリー進行。キャラクタークエスト、沈黙効果不要。うわ、綺麗。普通に綺麗じゃん。狭間の世界に帰った。ただいま。そして行ってきます。もう一度行こうじゃないか。季節のイベント、次は第3弾ですね。GO! 季節のイベント第3弾。あれかな、キャンプかな、さっき言ってたけど。来ました、キャンプ。ドッキリ肝出し、うへぇ、ヒュードロドロ。肝試しって言うけど、そもそも、俺たち自身が、その、怪奇現象みたいなもんだからね。今日はキャンプ日より。あ、もうすぐ着く。はい、着きました。キャンプ場へゴー。おっと、セミの声が、弱みに染み入っていますね。キャンプ場に着きました。おー、なかなかいいじゃないですか。雰囲気が大事。できないことが多いと嘆くな。キャンプっぽさを全力で楽しむ。あの宝箱が気になる。おっと、境界人力。なんすか、境界人力って。あれ、あ、動ける。おし、神道滅却の境地。これはあれですね、あの TP 上げる技ですね。おっと、フォースインパクト、神速の絶影。これ多分敏捷性上げるやつだな。結構釣れた。はい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 。よし、行こう。できた。コウスケにだけ名前が見えるようにくじを持ってくれている。ありがたい。ちょっと待って。あ、これミスったな。あー、これ全パターン見たいな、全パターン見たいよね。全パターン見たいよね。じゃあ、まずマナミをやって、葵ちゃんとクラノスケの、ゾウさんのバージョン、さっきのセーブデータから引っ張り出してくるんで、カット入れつつやっていきます。じゃあ、葵ちゃんからやっていきますね。じゃあ、葵ちゃんから。あ、やった、ニヤリ。マナミと肝試しの構想を回ることになった。ほら、恥ずかしがらないで。ちゃんと握ってないとダメなんだから。ああ。うん、やっぱこうしてみると改めて思う。ここまで大きくなってくれた。だって並んで歩いたのなんて中学ぶり。最後に見たのだって2年前。もうかっこよくなっちゃって。まなみまなみって一緒についてきたあの可愛いコウスケどこ行っちゃったの？あ、まなみが、そのお姉さんキャラだったんだ。その、なんていうのかな、この二人の関係性はね。お。あー、ニヤニヤ動画かな？ニヤニヤ動画かな？2828、おっと、いい雰囲気。あおいちゃんこんにちは。あれ、ちょ喋ろうぜ。オッケー、すげえ、俺のことどうでもいいみたいな感じで自分勝手に動いてるこの人。よ、話しかけよう。綺麗、俺も初めて見た。すごい、蛍の命って儚いよね。綺麗だからそう思うのかな。それでも儚い命だから綺麗だと感じるのかな。ああ、哲学ですね。でも儚くて綺麗だと感じるのは何かに似ているからかもしれない。なるほどね。サブストーリー進行しました。防御によるダメージ軽減率が 1.5 倍。しばらくって言っちゃった。しばらく時間を忘れて見とれていた。だけど、いつまでも見ていてはいけないと思った。時間はたくさんあるはずなのに。はい、ただいま。じゃあ今からロードして、
葵ちゃん、ゾウさんのバージョンを見ていきたいと思います。じゃあカットします。では、さっきまなみちゃんとのデートじゃないけど肝試しのコンビを見たので、葵ちゃんで行ってみたいと思います。ほう。葵ちゃんと肝試しのコースを回ることとなった。さあ、本当の兄弟のようなこの二人ですね。兄貴、あのね、葵、兄貴に謝らないといけないの。どうして？それはね、兄貴のことがちょっと嫌いだったから。へえ。あー、その、お兄ちゃんのと一緒だったから、取られる、あの、立花兄貴ですね。立花兄貴と一緒だったから、取られると思っちゃって。嫉妬ですね。ちょっとした。うん、兄貴は悪くない。誰も悪者じゃないの。なのに兄貴を嫌ってごめんなさい。だって、葵ちゃんってその家族の中で遊んでって言ったり、かまってって言ってもなんか結構、今忙しいからって感じで、その、そういう感じであしらわれている、ちょっとかわいそうな子だったんでね、そういうのはやっぱ嫉妬深い、感情もあるんでしょうね。まあでも今では大好き。許してくれてありがとうね。葵のことは許してくれる？もちろん、葵ちゃんは何も悪くないからね。集合場所でまなみ、おじいちゃんペアと合流した。ここからの会話は一緒なのかな？一緒っぽいですね。よ。では、この木とかなんかいる？いないか。で、あー、同じみたいですね。うん。同じみたいですね。同じですね、これ。じゃあ、次。ゾウさんとのカップリングペアコンビ見たいと思います。カット。では、蔵之介バージョン、見たいと思います。蔵之介、それでいいのかでも、おじいちゃんさ、これ、本当に思うけど、本当にこの人、おじいちゃんは優しいよね。奥手というか、なんというか。ははは。せぬき、まさに、マージナルマン、というわけだ。本当にでも、このおじいちゃんって優しいよね。こうやってなんか家族サービスじゃないけどさ、キャンプだったり、まあ、夏祭りだったり、温泉だったり連れて行ってくれるし、で、こうやって、孫である、このコウスケくんのことも、ちゃんと考えて、さっきのくじのやつ見せてくれたりね。本当に気が利くというか、優しいですね。マージナルマン。ドイツの心理学者、ケア・レヴィンの言葉でな、子供と大人の中間にいる境界人という意味だ。マージナルマン。境界人か。ちなみに、ルソーはそれを第二の誕生と名付けている。そうですね。おじいちゃん、ただの酒好きと思いきや、ちゃんと哲学者だったからね。賢いんですよ。うん、確かに。こんな感じでした。まあ、なかなか、どれも短い感じですね。印象に残ったのは。というわけで、このまま戻って、これですね。さっきこれまなみちゃんとのペアの、やつです、これが。に戻りまーす。まなみちゃんのとのペナの後のやつです、これが。なんで、このまま、突っ走ります。季節のイベント第4弾。おーっと、と思いきや。あー。そうだな。そうしよう。クロノスケとはニヤニヤしながら、挟まれすぎても振った。うわ、二人っきり。でね、大事な試合に限ってデュースになる。これ、バレー部の話ですね。同点になった後の延長戦みたいなやつだよな。そこから続けて2点取ると勝ち。そうそう。でもね、いつもできないの。何もできないの。ポカやらかしちゃって。まなみちゃんの、その、ポジションってどこなんでしょうかね。リベロとか。リベロしかわかんないんだけど、リベロとかセッターしかわかんないので。ねえ。もう少しそっちに行って、うおー誰にも見えてないっすよ、ダメ？まあ、少しだけなら、うわニヤニヤ動画。サブストーリー完結。あ、季節のイベント第4弾っていうのはないんでしょ、ないのか。さすがに。起死回生の祈りを得とく。そして2回行動ですね。やりました。わなみ大強化。というわけで、これで全員サブストーリー完結ですね。完全覚醒ですね。全員。一回セーブしよっかなーっと。そうですね。もうちょっと、じゃあ進めるところまで進んでみましょうか。とはいえ、ここからどこに行けばいいのかよくわかんないんだけども、一応駅行ってみよう。一応駅に行ってみよう。なんかあるか。あー、でも、行けるんだ、こうやって。宝箱も回収したし、何もすることはないかな。川で水切り勝負。水切りってあれですね、川とかその水に、水面に向かって、石を、投げて、パシャパシャって言ってこう、弾ける。
ていうか、その水が、石がね、走るみたいな感じのやつですね。あれ何回ともできるんですよ。温泉街です。この温泉街は何かあるんでしょうか。何もなさそうかな。温泉旅館に入ってみます。何もなさそうかな。うっす、何やってるの。あ、コスケになっちゃダメ。次長、何もないですね。悪いことはできないもんだな。ちょっと男湯入ってみる。おお、いい湯だね。あ、ゴースト取れましたね。やりました。まあ、ゴーストックはいずれあのまとめてやりたいと思います。あの別パートで、ゴーストックパートみたいな。覗きは犯罪行為。でも覗きたいなー、無理か。あ、ここで取りましょう。トリプルチャージ手に入れました。これなんでしょう。ちょっと見ようか。トリプルチャージ TP 増加量が3倍になる。これはいいですね。確かね、ダブルチャージ的なやつをコースケ覚えてたんで、トリプルチャージにこれ変更しましょう。いいですね。風呂から上がりましょう。では、そうですね、そろそろメインストーリーを進めていきましょうか。とはいえどこに行けばいいか分かんないんですよね。これ下行ける？行けない。さあ、篠宮市に戻ってきました。あ、そうだ、ちょっとここでね、メインストーリー今からやるのはあれなんで、ちょっと挑みたいと思います。これこいつに来た。 S ランク引き受けましょう。わなみの装備もうちょっと考えてもよかったかなと思いきや、なんかすごいぞ。手が 1,2,3,4,5,6。 へえ、なんかワンピースの8みたいなやつが来ましたね。8で、まあ、実際に8本腕があるとはあるわけじゃないんですけども、これあえて猶予得意点をいきなり使うっていうのも面白いんですけども、そうはいかない、そうはいかずに行こう。2回コートできるのか。でもまあでも攻撃2発打っといて、誰、神道滅却を2発撃っといて、防御力アップやっておこうか。うん、防御力アップやっておきましょう。で、神道滅却を予防の心得、状態異常を防止する、これいいですね。予防の心得やっておきましょう。さあ、これで TP が9回復して、さらに行動することによりかける2、18回復します。さあ、神道滅却の境地、女の子が早い感じですね。多分ゾウさんが一番遅い。異常防止です。あれだだだだだだだ、いや強い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 、普通に強い。やめて、いきなり普通の攻撃で3人も。ほら睡眠、おっと、でもクリティカルいいですね。睡眠来い。よし、防御力上げましょう。メンズの防御力を上げて、プリズムブレスト2発連続でいきましょう。これ2発連続で使えますからね、これね。中クライオンを使ってもいいんですけど、神道滅却の境地が安定でしょうかね。神道滅却の境地して、でゴッドファーザー、ゴッドファーザー打ってからのつつましき、これ、うん、そうだな、葵ちゃん、葵ちゃんにやって、スプレッドシフト、スプレッドシフトやった後に神道滅却。おお、 TP が高まる、あふれる。あ、 TP は100で最大か。100以上はいかないね。101以上はいかない。TP が高まる、あふれる。いてて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 、くらえ、ブレッドシフト。さあ、TP 回復します。ほいほいほい、悪いな悪いな。プリズムブレスト、これが強いんだよ。悪いな、手加減するつもりはない。よいしゃ、やってやる。よし、これでさらに防御力も下げていきましょう。ゴッドファーザー、あ、でも防御力下がったね。よくよく、ダメージはあんま食らってないけど、防御力下がったんであれば OK です。じゃあ攻撃して、うん、攻撃だね。で、とっておき、とっておきの神道滅却の境地、人力機は使わなくていいかな。レッドアイ使っとこうか。レッドアイと攻撃で、神道滅却かける2っていきたかったけど、一回アイテム挟んどきましょうか。負けるもんか。中くらいのじゃない、とっておきの、おお、かなりの火力ですね。金城鉄壁の構え、物理無効、これはまずいぜ。物理無効だったらこれはもう溶けるまで待つしかない。うん、だってダメージ与えられないもんね。ダメージに通らないもんね。ネットワイも見ないでしょうね、これ。ダメか。だったら、だったら、ガード。
ガードと、あ、てか間違えた、希望の雫使ってるし、俺間違えたよ。あーレーマの雫2回連続で使っといて、ガードレーマの雫、よし、あ、それだったらコウスケとクラノスケさんも MP 回復やっといた方がよかったかな。うわー、またこれかい。一回カットします。物理無効でもんね。てか猶予、お猶予、おこれまずいぞ、物理無効だからな。だったら回復しよう、 MP 回復、ガード、MP 回復、ガード。さあこっちも TP だいぶ高まってきましたからね。あー、物理無効やめて。これ物理無効でどうやって崩すの、ぶっちゃけわからん。だってやっぱ物理無効だね、ガードだな。でジンさんは防御力アップ使っとこう。でガードで状態、予防の心へ打っとこうか。ここで予防の心へ打ちつつ自分に MP を回復させると、これで消費をゼロにする。はい、 OK、 まただー。これまずいぜ、物理無効、何もできない、何もできない。間違えた、物理無効だねこれね。攻撃力アップのやつ持ってきてなかったかな、ミスったなこれ。いや待って、おじいちゃん、よし、とりあえずこれ物理無効が来ないことに乗りましょう。無音の絶縁何ですか。うわ、ステータスが勝った、そして物理無効物理無効やめてよ、物理無効はもう何にもできない、俺はもう物理無効されたら何にもできない。それか、あえて攻撃しないで物理も来ないのかな。オッケー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 、よしよしよし、おこれで物理も来、もしかしてさっき、あの多分ね、今世界で一番物理無効っていう言葉を俺連呼していると思う。で、これで、あ、消えてないのか、どっちなんだ。とりあえず攻撃しようか、一回攻撃してみよう。さっきしなかったもんね、一回攻撃して様子見よう。うわ、アシュラの魂、無音の絶影、めっちゃなんか強くなってる。あー、やっぱ物理無効だぜこれ、もしかして。でも混乱になってるぜ、スキル封印したぜ、やったぜ、スキル封印したぜ、睡眠眠ったぜ眠ったぜ、暗闇に閉ざしたぜやった、これまで一回何もせずに、あ、でも物理無効これ取れてるぞ、これチャンスだ。プリズムブレスト、全員あの最高の攻撃をしよう。プリズムブレスト ×2、 取っておき ×2、 そしてゴッドファーザー ×2 でスプレッドシフト ×2、 負けるもんか、負けるもんか、取っておきの食らいなさい、負けるもんか、食らえ。さて戦士万光の舞、スプレッドシフト、さあバランス、スキル封印しました、いいですよ、スプレッドシフト、そしてあんま効かないけど、手加減するつもりはね、プリズムブレストくらいやがれ。さあ眠らせました、戦士番号戦士番号、痛い、これジンさんがやばい、ゾウさんがやばい、クラノスケさんがやばい、ジンクラノスケさんがやばい、倒したしました、ランク S をコンプリート、百戦錬磨を手に入れました。この先は入っていいのこれ、あ、入っちゃダメなパターン、入っちゃダメなパターンです入っちゃダメなパターンですよ、あれは絶対に。待てよ、百戦錬磨めっちゃ強い、これはつけましょう、百戦錬磨になりました。そしてアイテムの宝玉を使っていきましょう。宝玉をね、ゾウさん、うおー、よいしょ、
と言ってもリミットレスつければいいんだけどね。リミットレスで、歩いて、適当に歩けばね、回復できるんですけど、とりあえず、ま、今回この辺で終わっとこう。うん。これ多分、裏ボス的なやつでしょうね。間違いなく。じゃあ、狭間の世界に戻って、今回この辺で終わりにしましょう。いや、ついにランク S を倒しましたね。って言ってもやっぱ物理向こう、スキル封印が効いたのかな。誰だっけ、そうだ、葵ちゃんだ。葵ちゃんのサブストーリーを進行させてなかったら、多分負けてたかもしれません。じゃあ最後の章。いや、ちょっとセーブデータもうないのか。この辺でちょっと。この辺だったら大丈夫でしょ。というわけで、ここにセーブしました。じゃあ次回ね。次回はメインストーリーいきます。次回はメインストーリーいきます。はい。次回はメインストーリーいきます。大事なことなので3回言いました。では、パート9ですね。パート9、ここで終わりたいと思います。パート10でお会いしましょう。ハッピー会長でした。またな。